こんにちは、木戸面です。今日はこの生地を使ってマスクを作ります。上下が分かるように印をつけたいんですけど、マスキングテープでもいいので貼って印をつけてください。マスキングテープで印をつけました。生地を裏返して分かるかな、見えるかな。5ミリぐらい折ってアイロンで癖をつけます。それでこの折り返しが開いちゃって気になる人は布ボンドを点付けして押さえてください。アイロンかけます。次にもう一回折り返します。先ほどと同じ5ミリぐらいです。で、広がりがね、気になる方はまた布ボンド点付けしてください。アイロンかけます。2つできました。上下の印が分かるように貼っておいたマスキングテープを剥がします。次に上下を決めます。ちょっと粘着力が弱かったんでマスキングテープの色を変えました。反対にします。高さの中心を調べます。上に15ミリ、下に15ミリを取るんで、下に15ミリのところで印をつけます。まあ、感覚でいいんですけど、ここの距離が大体同じだったらもうこれでアイロンかけちゃってください。待ち針を外して
ここを直線縫いします。ミシンで縫います。折り目から3ミリぐらいかな。縫い返しは不要です。ここの端っこから3ミリぐらいのところですね。あとこっち側からも3ミリぐらい。縫い返しは不要です。縫い終わったところを待ち針を刺して固定します。定規を当ててまっすぐになっているか確認したら真ん中に待ち針で動かないように止めておきます。次に返しの印をつけます。同じく15ミリのところに印をつける。そしたらこっちは固定して、大体できるね。15ミリのところに印をつけて、指で潰して折り返します。アイロンで線をつけます。さっき縫えなかったこの部分を直線縫いしてください。
下の方が完成したので、今度上の方やっていきます。今度ここ縫っていきます。ここまでできました。この横を折って耳かき紐をつけます。耳かけ紐です。40センチで2本切りました。紐ゴムをミシンで縫わないように気をつけて縫います。
ゴムを結びます。筒の中にゴムの結び目を入れます。これで完成です。完成です。もう一個は鎧風に作ってみました。